とけチャンネル。こんにちは、みおとけです。ナム。今日はチョコレートで愛しのあの方へプレゼントを作ってみたいと思います。バレンタインデーキスてるてん。と言いますのも、愛しのあの方といえば、はい、六波羅蜜寺の空也上人様です。チリン。はい、この方がとっても喜ぶ、そして、私もとっても嬉しいギフトをチョコレートで作っていきたいと思います。さあ、どんなものが出来上がるのでしょうか。お楽しみに。チョコを湯煎します。湯煎を自分で作るっていうね、どこのレシピ教科書にも載っていない方法ですけれども、まあ、まずはチョコレートを、はい、さあ、溶かしている間に型を作りたいと思います。さあ、何を作っているのか、ぜひ皆さん型の段階から当ててください。はい、ここに当てるのはお箸で、棒を作るじゃないですか。このように型の中にチョコを流していくというね、青銅製の仏像を作る時と同じようなやり方で作らせていただいております。よくよく本物を観察しながらね、この木の棒に対して、あ、こんなもんですね。これがとある場所のとある部分に来ます。小指でさえも仏になる素質があるということで、小さなお地蔵様のようなね、仏様の形をした型が 1,2,3,4,5,6,6つ出来上がりました。ちょっとこずつこのチョコがもうしっかり溶けてきたんですね。あー、仏様の魂であるチョコレートを入れていきたいと思います。はい、バレンタインデーキース。おーよ、ちゃんと中まで入ってるか不安になるな。これ入りました。さあ、皆さんもお気づきでしょうか。細長い棒と 1,2,3,4,5,6 ナムアミダブツ。はい、お別れの方はもういらっしゃいますかね。空也上人像のお口から出ているあの6つの南無阿弥陀仏という文字文の阿弥陀様、はい、空也上人像になれるチョコを作っております。はい、ということでこれを一旦冷まして完成を待ちましょう。さあ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 、固まりました。ちょうどいいのがありましたね。この土台にちょうどいいものが冷凍庫にたまたまありました。はい、6体の阿弥陀様でございます。はい、まだまだこれはただのチョコ、これからこの仏様にしっかりと魂を込めていきたいと思います。はい、まずは6つの阿弥陀様からオープンしていきましょう。おー、心配していた中までチョコ入っているのか問題はクリアです。クリアはしておりますが、なんというかただの塊なので、そんなにディティールにはこだわらずに勢いと愛情だけで乗り越えたいと思っております。みほとけです。はい、ナムアミダブツの6つ分が一応固まってできてきました。全然仏様って形ではないですけど、まあ九大点ということで、肝心なそれを支えてくれる棒を応募したいと思います。これ折れてしまった日にゃ最後、絶対に折ることをしてはいけません。スルーリンチョ、おー、はい、乗せる前にちゃんとナムアミダブツのこの仏様にもお顔をね入れて差し上げようと思いまして、あ、平安中期、町の人たちは大変苦しんでいた、そんな時にせめてもの人皆様が心安らかに過ごせますようにと、梅昆布茶と十一面観音を引いて回り、町中で苦しむ人にその梅昆布茶を与え、今まさに旅立たんという人に南無阿弥陀仏お念仏をすることで、せめても極楽浄土へ行ってくださいという、そういったお坊さんとなりましてね、一の聖と呼ばれておりました空也上人像が語っていた南無阿弥陀仏の仏様が、私の手ではこんな感じになりました。
はい、可愛いですね。上に乗せていきましょう。危ねえ、危ねえ。はい、第1号設置。な。転倒によりお顔の損傷が激しいです。さあ、いよいよ空也上人様にプレゼントするチョコレートが出来上がりました。こちらです。どーん。このチョコの正しい食べ方は、重たくて顎が出ちゃいますね。うまい。ラッピングも完成です。クヤ上人、いつまでもお口から生阿弥陀仏を出していてください、ということでできました。さあ、ということで、ぜひ皆さんも愛しの方を思って手作りチョコレートを作ってみてはいかがでしょうか。それでは以上、これにて。